はい、それしたら次の話にしたいと思いますが、今度はヨハネによる福音書の6章の15節ですね。何を話すんだっけ。はい、はい、じゃあとりあえず聖書の話を先にしてまた質問に入りましょうね。はい、さてそれに興味があるかどうかわからないけどやってみよう。じゃあ今日はヨハネの6章の15節ですね。あんまりこういうところから説教を聞いたことがないかもしれないけど、一つのテーマをこれから組み出してみたいと思いますね。じゃあ読みたいと思います。ヨハネの6章の15節だけを読みましょう。はい、そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人山に退かれたということですね。みんながイエス様を王様にしようとしたという、それに対するイエス様の反応がどうであったかということをちょっと考えてみたいわけですね。これイエス様を王にすることはこれはもう正しい、そうだよね。イエス様は王様なんですから、王の王、主の主ですね。まあ当然なことであって、そして全ての人にそのことを進めるというのは我々クリスチャンの一つの義務であるかもしれません。ところがここで書いてあるのは、人々がイエス様を王にしようとした時にイエス様はそれを拒絶なさったということが書いてあるんですよね。それはどうしてなのかなとこう思ったんです。どうしてだと思いますか。みんなが王様にしようとしたらイエス様が拒絶なさった、どうしてだと思いますか。ね、単純に無理やりやろうとしたから。だから皆さん無理やりは好きですか。そうですね。で、だから無理やりについて考えてみたいと思いますね。そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人山に退かれたというふうに書いてあるわけです。言い換えればイエス様は人からの強制はお嫌いになるという面があるのかなと思いますね。それは福音書を読むとね、至るところに出てくるのね。カリフォルニアの祭りが近づいた時もそうでしたね。兄弟たちはイエスに言いましたよ。さあ祭りの日が近づいてきたんだ、あなたは何かこの何というのかしら、自分には何か特別な使命があると思ってるんでしょう。だったらば祭りは、ね、とても素晴らしい機会なんだから、いい機会なんだから行って自分を表しなさいと、まあ、兄弟たちが言ったと書いてありますね。でそうしますとイエス様は答えて言われました。あなた方は祭りに行きなさいって言ったんですね。私は行きません、私の時はまだ来ていないからですと言って、兄弟たちが無理にイエス様を、ね、行かせようとした時にもイエス様はそれを拒絶なさいましたね。またマリアがブドウ酒がありませんって言ってね、とてもその結婚をの宴会を、ね、催した人たちは困っただろうなと思って、イエス様に何とかしてもらいたいと思ってね、ブドウ酒がありませんって言った時にも、ね、そのことと私とどんな関係がありますか、私の時は来ていませんって言って、どうもイエス様っていうのはね、無理やりというような一つの行為を必ずしも好まれない様子が福音書の中には書いてありますよね。でもですね、同じようにね、全ての人に、その人の時があるんだと思います。だから簡単に、人を自分の思うより動かそうとこうしますけれど、そうはできない、ものを人間というのはみんな持ってるんじゃないか。イエス様にもそれがありましたしね。ですから人間関係の中で我々は
そこを少しなんていうのかしら、了解しておくことの方がいいんではないかという気持ちがしますね。で、子供がまだね、家にいた頃ね、中学生の息子がテレビを見ていますね。試験中なのに中からそこから動こうとしないと、僕はじっと見ながらなるべく言わないようにしようと頑張ってるけど、なかなか動かないと、ついにもうそろそろ自分の部屋に戻ったらどうだって言ったら、なんて言ったと思う？今行こうとしてたんだって必ずみんなも言ったことあるでしょ。今行こうとしてたのに、そういうふうに言われたからなんか勉強する気持ちがなくなったとかね、そういうような、どうもこの、ふてくさせたような言葉をね言いましたね。だから、全体的に、ね、どんな場合にも人間っていうのは何か強要されるというのは好きでないんだな、これは人間の本性なんだなというような気がしますね。ですから、どんなに素晴らしく正しいことでも、そこに無理が入ると、あるいは強要するというものが入ると、イエス様もまたそれを悲しまれる、それは人間の本来のあり方ではないということなんだと思いますね。ですから、イエス様の王国に断然ないものが一つあります。それは皆さん、強要です、無理やりです、あるいは脅迫です、脅しです、したくないことを無理やりさせること。で、天国には皆さん嬉しいですか？強要はない、強制はない、誰も無理やりに我らに何かをさせようとはしないと信じたくないですね。で、天国はですね、言い換えれば、じゃあそこにあるのは何かというと、全部喜んで進んで自発的に、これがね、人間社会の理想の姿だと思いますよ。ですね。で、ある集会でね、天国のことが話題になりましてね、天国では仕事がありますかって聞かれたことがあったのね。で、もちろんこれ言ってみないとね、本当のことは誰にもわからないんだけれど、しかし、まあ、イエス様がね、タラントを与えたあの例えの中で、あなたはわずかなものに忠実だったから、もっと多くのものをね管理させようと、こういうふうにおっしゃったから、きっと天国にはね仕事が あるんじゃないかというふうに思いますよと答えたんですね。そうすると、その人が言いました。じゃあ、地上の世界であったように辛い仕事もあるんですかと聞いたのね。そうですね、とでもね、辛いかどうか分かりませんがね、おそらく天国でないものが一つだけあります。それは、誰もね、いやいやながら何かをするということは決してありません。で、それだけは天国にはないんです。で、またその他の人との比較だとか、あるいは競争も私はないと思います。言い換えれば、全ての人は喜んで心から自発的に物事を行うというところが天国なんじゃないですかというふうに言ったら、その人は、ああ、それなら安心したと言われたんですね。ですから、一つそのことも考えてみてください。天国にはですね、無理やりがない、全てのことは心から進んで自発的に喜んで、こういう社会に住みたいと思わないですね。で、ということは、教会の理想というのは、この天国の精神が地上に反映されているところが教会でなければならないとしたら、かなり多くの教会は問題を抱えることになりますですね。僕たちの教会にもあると思いますよね。いろいろ日曜学科の奉仕をすると教師会があります。そしていろいろと活動に入る、キャンプをやると活動ない、やはりギクシャクしてしまいますよね。どうしてもやっぱり人間が何かをしようとすると、何か無理やりとかですね、強制とか、そういったものがまあいろいろ働いてくるですね。で、しかし、御心が天に行われるように、地でも、ね、行われますようにというふうに、我らクリスチャンは祈りますから、当然天国の様子がそのまま教会に反映されたらいいなというふうに思います。ですから、教会における全ての働きは、伝道であれ、奉仕であれ、献金であれ、祈りであれ、それらは全部
いやいやながらではなくて、強制されてからではなくて、無理やりにでもなくて、みんな心から自発的に喜んで、ですから皆さん教会で奉仕するとき、そのことを思い出してください。すべてのことはこれは喜んでやらなければ意味のないことなんだなというふうに考えていただきたいと思いますね。で、伝道もこれは喜んででなければ無理やりでは胸らしあかないと思いますね。ある僕ミッション系の、はいどうぞ。いいですか、質問して。はい、僕もすごいそれすごい思うんですけど、うん、なんか中にはこのそれが正しいんだからそれを喜びなさいってこう言われる時があるんですよね、はいはい、喜べてない自分がこう悪いみたいな、うんうん、なんかそういうことに対しては先生どう思いますか。それも強制ですね。喜べない心の人に喜びなさいっていうことも強制ですから、うんうん、ですから当然無理やりにやることはできないですよね、うん、じゃあ何かをするときにやっぱり僕も先生の言ってることすごいアメンで、何かをするときに神様がそこに行く喜びまで平安としてこう与えてくださるっていうか、そうですよね、セットで、うんうん、ですからやっぱり結局ね、喜びがなければ物事は達成せられませんので、ですから神の国においてはやっぱり喜びを待つべきだなと思いますね、うん、だけどその人が今喜べないけれども必要としているものがあるかもしれません。それは慰めであったり、いやそれでいいんだよというような言葉は、逆にすごく喜べない気持ちでいるときにそういう言葉は逆にそれをね、何て言いましょうか、改善させてくれますよね。ああそんなふうに言ってくれるとやってもいいかなという気持ちになったり、ですからそういうところは常に、あ神の国っていうのはどんな人をも無理やり強制的に何か一つのことをまとまってというようなことではなくて、やっぱり一人一人の時、その人の時というものを大事にしなくちゃいけないんだな、うん、イエス様でさえも私の時はまだ来ていませんと繰り返しおっしゃったわけですから、で子供でも僕の時はまだ来てないって言うかもしれないですから、そういうことを時々我ら考えてみる必要があるんではないかというふうに思いますね、うん、ありがとうございます。いいですか、はいはい、ですからね、ミッション系の学校で僕はね、話をしてくださいって言われたことがあったですね。キリスト教の話をしてください。そしたらもう1学年2学年3学年がみんな集まってそこに来ているわけですね。で僕はそうだな、こんな機会はないと思ったんで、自分がどうやってイエス様に出会ったか、それがどんなに大きな喜びを自分に与えたか、それが自分の人生をどのように変革したか、そういうことをこの子どもたちに話してみようと思って僕はで講談に立ったですね。そしたらね、必ずしもみんなそこに来ている人たちは、子どもたちはそれはお話を聞かなければならない時間だから来ているわけ、進んで来ているわけではないですね。ですからどうしても無理があるですね。で僕は自分に与えられた喜びを語ろうとしてそこに立ったんですけれども、まあ、子どもたちは聞きたくもない話を聞かされるという面もあるわけです。そうすると彼ら当然隣の人と話してみたりだとかいろいろすると、なんとね、先生たちがつかつかっとやってきて、その子たちを頭から殴るんですよ。今は大変だけど、あの当時はまだねそんなことができた時代だったので、それを見た時ややショックだったんです。僕はですね、神様が自分に成してくださった大きな喜びを語るのに頭を殴りながら話すのか、これはね僕にとってはもう極めて違和感を持った出来事ですね。ですから僕は福音というのは、これは喜びを持って自発的に、そして人の心をよく理解してなされなければならないことだなというふうに思いますね。まあこういうことだってありますよ。これ録音されてすると具合が悪いんだけれど、で僕はやっぱりいよいよね死を迎える人のところに何度も呼ばれたことがある。でも家族がとても信仰熱心、そうするとまだ信じていない自分の家族のために、先生早く福音を語ってくださいって言うんです。そして早く信じるように促してください
って言うんですよ。で僕は今ね、死を迎えようとする人に説教するつもりは毛頭ありません。できる？できないよ。だってそれは人の人生の最も尊く尊厳ある時間です。そして荘厳な時間です。その人自身が神様と向き合おうとしている時間、わからないけども未知の世界、死の世界に向き合おうとしている時間ですよね。で僕は、僕なんかよりもはるかに僕が通ったこともないようなところを通過しようとなさっているんですよ。だから僕はね、お祈りしてもいいですかと聞くとね、大抵の人はね、お願いしますと言ってくれる。だから僕はもう静かに主の平安と慰めがありますようにとお祈りするのね。でもあんまり信仰熱心な人は首根っこ捕まえて信じると告白するようにとおっしゃる方がいるの。僕はとてもそれには違和感を感じる。だから福音というのは強制的に無理やりに告白させることではないと僕は思います。ごめんね、そんなこと言ったら。だって聖書にはでも信じて、ね、口で告白する者は救われると書いてあるから、告白するまでは信じているかどうか分かりませんという人がいる。でもそれはあまりにも何て言いましょうかね、言葉にとらわれすぎだと思いますね。人間にはそれぞれに時がある。その人の穏やかな時を大事にしてあげたいなと思ったですね。ですからそういう意味では神の国においてはね、脅し、信じないと地獄だぞって、これもね今問題になってるね、統一教会のことで、この2世に対して信仰を強要してはいけないってこと。でもね、福音派の教会でもそういうことをしばしばやってきましたよ。信じなければ地獄へ行く、そんな教養で我々はですね、人を信仰に導けるかなと思ったりする。もっとやっぱりイエス様は穏やかな、そしてまたその人の時に合った仕方で福音というものを語っていかれるのではないだろうかと僕には思われるんですけれど、これも皆さん自分で判断してくださいね。いいですね。で神学校というのはね、ある意味でみんな統一された見解が話されるわけではない。みんなそれぞれ違った中で信仰を学んだことを話すので、みんながこれは皆さんにこれを信じないといけませんよと言って僕は話しているわけじゃないんです。だ皆さんはそれを自由に選んでください。あるものはあそうだなと思って、あるものはついていけないなと思って、それは自由に判断しながら聞いてくださいね。それが聖書学校ですね。で、まあ、そういう意味で僕はある意味でここで、ね、イエス様が無理やりということに対して抵抗を示されたことから、で全てのことに時というものがあるんだなということをですね、まあ、紹介したいと思ったんですね。なぜ無理やりということが、ダメなのかな、いけないのかなとかいうふうに思っている時、一つはね、まあ、ある意味で、神様はそういうふうに世界や人類をお作りになっていないのではないかと思うのね。まず自然界を見てください。自然界が神様によって作られたことは分かりますよね。自然界に無理がありますか？例えばみんな自発的ですよ。例えば畑に種をまきます。無理やり芽を出させることができますか？できない。待たないとしょうがないですね。種をまいたらやっぱりそれが芽を出すまで待つより他ないじゃないですか、ね、花や木を植えて無理やり花を咲かせることもできない、実を実らせることもできないですね。彼らには彼らの時があるんですよ。で農夫はそれをちゃんと知ってますですね。でそれを大事にする時をですね。でそういう意味で神が作られたものにはそれぞれ固有の時があるんだなと思います。自然界に無理がないように、
本来理想の人間社会にもやっぱり無理やりっていうのはないんじゃないかと思いますが、いかがでしょうかね。でそれをやり続けると人間は壊れてしまう。だから社会が一つの価値観を無理に押し付けてくると人間はやっぱり壊れてしまうんですよ。ですからそういう意味で神の国っていうのはなんとも自然で、そしてまた優しく一人一人の時を尊重し、そして形成なさっているのかなということで、神様の知恵にですね、本当に、感謝しますね。ですから、皆さんにもそのことをですね考えてもらいたい。言い換えれば人間の心の中には、何と言いましょうかね、その人固有のものがある。小さな子供にもみんなその人固有のものがあって、それは誰もその固有のものを壊すことはできない。はい、ちょっともうちょっと細かく聞きたくて、食事の時の方がいいかもしれない。ここはいいよ僕編集するんでカットします、その喜びっていうところと、正しいことだとして、正しいことをだとして、例えば権威者を敬う権威者の方がこっちやった方がいいよっていうことに対して喜びがないとき、権威者を敬うこととその喜び、自発的な、それなんか先生はどうしますかね。はいはい、そうね、そういうところで皆さんいろいろ経験することですよね。でも家庭であれば親子の関係があれば、学校であれば教師と生徒の関係があれば、職場であれば上司と、そしてまた自分との関係って絶えずあるわけです。そういう中でね、そういう中でね、人間が何もかも譲ってはならないものを人間はみんな何か持っていると思います。譲れる部分と譲れない部分があります。当然ね、例えば職場であればちゃんと時間通りに来てくださいと言われること、これはまあある意味において僕たちの尊厳を犯すことではありません。そうだよね。ですから当然そう言われて、で私は勝手な時間に来ますでは結果的にはクビになることで、自分が自滅することですから、当然そういうようなことは、ところがね、そういう会社が要求できないものも人間は持ってるんです。あるいは親が子に要求できないものをその子が持っている。それは学校でも一緒です。教師が完全に要求できないものを生徒が持っている。それを何と言うかというと、我々の内側の魂です。霊魂です。英語ではソウルと言いますね。だから内村鑑三はそれについてこう言いました。人間はソウルのゆえに尊い、永久不滅のもの、他人の干渉しあたわざる我が心中の一物、帝王にも宿りて、また古事記にも宿るもの、これソウルなり。人の人たるの進化は彼の有するソウルにある。人命の貴重なるはその人のうちにあるソウルによる。ソウルソウル、我に我がソウルの特権を与えよう、叱らざれば我に死を与えようと言っているくらいに、魂というものはこれは神のものであって、他の人が勝手に動かすことができない、そういうものを人間はみんな持ってるんだと言ってるわけですね。で僕はですね、シャープという会社に入りました。でそうしたらですね、当時必ずしも何というのかね、こう入ってきた新入社員の中にはもちろん高校卒業して入る人、大学卒業して入る人もいますけれども、マナーが十分できてないということがあったのかもしれないですね。そういうことで、いつの頃からか全部新入社員が研修で禅寺に連れて行かれることになった。ですから勤務時間に、何て言いましょうか、バスに乗って、ね、200人ぐらいの新入社員がバスに乗って、宇治の満福寺という禅寺に行くわけですよ。でも勤務時にバスに乗ったりするから、なんとなく修学旅行みたいで、みんな楽しそうにしてたよね。そしてそこへ行って、
何をするかっていうとね、1泊2日か2泊3日でそこで禅を組むんですよ。その修行をさせられるわけですね。で、まあ座禅そのものはね、非常に静かな時間で悪くはなかったですよね。だけどみんなはそういうところに来ても多少遊び半分の気持ちだったですね。でお坊さんが、ね、座禅の仕方を教える、そして禅の組み方を教えるって言われた通りに禅を組む、そして静かな時間がスッとやってくる。本当に物音一つしない静かな時間が来るんですよ。で聞こえるのはお坊さんがひたひたひたっと歩く音だけ。それがだんだん、ね、遠くへ行ったり近くに来たり、それが聞こえるだけですよね。そうするとみんな若い子たちばっかりだから、座禅組んでてあまりにシーンとなるとね、クスクスって笑い出す子がいるんだ。そうするとね、お坊さんがね、テーブルの上をあの棒でバーンと叩きました。これは真剣なんだ、真面目な修行だというのね。それでみんなまたシーンとなる。そうしたら体がごめんね、ちょっと そんなことが何回か繰り返されていくうちに、まあそこに集まった新入社員の人たちは、これはお坊さん真剣だなということが分かったんです。でそうでなければ貴重な時間と、そしてまたその費用を会社も使ってるわけですから、それが何らかの、ね、新入社員のいわゆる、精神の修行に、修行にならなければ、しないと思うのね。そうしたら体が曲がったりとかするところは、お坊さんがその棒で背筋を伸ばすようにポンポンと叩いていく。最初は緩やかです。そのうちにですごく曲がっていたりすると、お坊さん大体それは修行の一環なんですけど、多くの人が真面目にその修行に来る人たちは時々背中を叩いてくださいって言って前にかがむと、そうするとそこにビシッとあの棒で叩くんですね。そうするとそういう動作の悪い人とか、そういう人を叩いて回るわけだ。そのお坊さんがその音だけが聞こえるのね。そうすると嫌だなと僕思ってね、これは叩かれるの嫌だなと思って、それでまあ僕はもうとにかくお坊さんの音が近づくとき背筋をまっすぐきちっと伸ばしている。そしたらビシーンって隣の人がやられたのね。それを聞いてだんだんあのそこに来ている人たちみんながこの真剣さに緊張感がずっと漂いました。だから不思議だね。そういう宗教が強要されると、あんなに宗教をバカにしていた人たちでさえもみんなやっぱりお坊さんが叩かれるのは嫌だし、問題を起こすのも嫌だから真面目にやるんですよ。そうすると経を取れと言いますね。そしてそれを読ませられる。そして合掌と言われると手を組んでやる、まあ、そういうことをまあ強要され始めたわけです。それで最初はまあこれはもうしょうがないね、会社のことだからと思っていたけれど、でもふとやっぱりね、僕はやっぱりクリスチャンだなと思って、それにやっぱりね、合掌となるとこれは何か拝むことでもあるし、やっぱり強要されてこんなことはやりたくないなと思ってやめようと思ったんですね。でその時僕は内村鑑三の不敬事件を思い出した。だから内村もやっぱりね、教育職長に向かって深々と敬礼することは避けようと思った。それで僕もまあとりあえず合掌っていうのはやめようと思ったんですね。で特にあの問題はない、200人ですから見えないですね。一人ぐらいやってなくても
そしたら食事の時にちょうど僕はコーナーが端っこに来ちゃったんですね。そしたら食べる前に今日を取れって言われる、みんなパッと今日を取る。だ僕はそれも面倒だなと思ったので今日の本を後ろのポケットに入れてたですね。そしてまっすぐしてたらお坊さんがだん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 やってきて、僕はそれをどこかに置き忘れたと思ったんでしょうね。新しい今日の本を目の前に差し出されたので仕方がないので僕はそれを取りました。そして取ってまたそれを後ろのポケットに入れた瞬間に手をわしづかみにされて、立てと言ってね、団体行動のできないこんな愚かなやつがいるって言ってものすごい剣幕で送り始めたんですね。あんまり怒鳴られるし、まあ、200人の人たちに迷惑をかけたことがとても僕申し訳なくなって、それで僕すみませんお坊さんって、で僕お坊さんが言ってることできないと思うことがいくつかあるんですって言った。 できないんだったら出ていけって言われたんですね。すみませんって言って僕はねそこ出て行った。でその時にねひょっとしたらこの会社は辞めさせられるのかなと思ったんですね。そして父の顔が浮かんだ。なんだか今から辞めて帰ったら父が悲しむだろうなと思ったんですね。でもしょうがないここまで来たらと思って僕は荷物をまとめ始めたんですね。そうしたらね僕の部屋のドアが開いて、総務課長がね走ってこられた。そして何て言ったかって言った、大変申し訳ないことをしたって言ったんですよ。びっくりしたって、僕はね叱られると思ったよね。そしたらあなたには大変悪いことをしてしまった、であなたにねそういう特別な信仰がちゃんとあるっていうことを私が知っていたならばちゃんとそのものを伝えておくことができたっていうんですね。でも僕はいえすみませんって、僕勝手なね自分の信仰で周りの人のね一つのことを中断させたりして本当に申し訳ありませんでしたと言って僕は謝ったんですね。僕こそもう本当にすみませんって言ったんです。そうしたらその総務課長がいやいややっぱりね人それぞれに信仰っていうものがあるわけだから、まあ一つの信仰というものを何か強要するようなところがあってはやはりいけないなと私は思うと、だからできないことがあれば言ってほしいって言ったのね。ですでまあ僕はもうちょっと合唱はできませんねって言ったら、分かった、その旨を伝えておくからって言ってね。それで僕はねその時びっくりしたのは、こんなシャープという会社の総務課長とかいう人、一般の人がこういう人の信仰を尊ぶということをする人がいるんだということに僕感動しちゃったの。そしてそんなことをする人がねと出会って、僕はその人にすごく心を動かされて、こうやって僕を手伝ってくれた、助けてくれたこの人のことを思うと、今後僕はどんな人の信仰を尊ぼうと思いました。それが僕のその時の体験ですね。だから僕はそれまでキリスト教は全部だと思って、全てだ、たは全部邪教だぐらいに思っていた。でもそれぞれどんな人もその人の持つ固有の魂というものがあるんだ、そして固有の信仰心というものがあるんだ、でそういうものはこの人がクリスチャンでもないこの総務課長が僕の信仰を尊んでくれた、それならば僕はどんなことがあっても他人の信仰だけは尊ぶ、つまり無理に僕の信仰を他人に押し付けることはしないとその時決めたですね。でその後僕はね、その禅寺の一番上の人に招かれた。で総務課長とその人のところへ行った時に、なんとそのね禅寺の一番上のお坊さんは僕を見て、若いのにあなたは自分の信仰を持って誠に偉いと褒められちゃったですね。ですから お坊さんはお坊さんで偉いんだ、やっぱり他人の信仰っていうものはねそれはかけがえのないものだ、本気で信じている人はみんなそう思うんですよ。
だからそういう意味で、ああ本当に無理やりということは、何かをですね、自分の考えや理想を他人に押し付けるということは必ずしも神様の願わかれることではないんだなということを、そういうような体験を通して僕はですね学びましたね。ですからイエス様でさえも、ね、他の人々が、ね、無理やりに王様にしようとした時にですね、彼は王ですけれどもそれを拒絶なさった。そしてあなたは伝道したいんだろうって兄弟たちもバカにするように言いましたよ。だったらお祭りの日に自分を表すのは正当ではないかというふうに言った。その時にも、いいえあなた方は行きなさい、私の時は来ていない。そして彼らが行った後に一人静かに町へエルサレムへ行かれたと書いてありますね。イエス様も教養はされることを好まれなかったゆえに、イエスもまた強要されることはないんではないかというふうに思いますね。まあ、そういうことが僕はこの強制、ね、を嫌いになったイエス様を通して学べるような気がするんですね。ね、だからね、みんな強制される社会に対してはね、いわゆる全ての人民は、あるいは全ての一般市民はやはり、それに対して強い抵抗を示すんだろうなと思います。思いますですね。で、中国だってそうです、今ね。で、僕の息子は今新聞記者で北京総局に勤めてます。ですからよく新疆ウイグル地区に彼は取材に行きます。そこでどんなふうに自由が圧迫されているかを自分の目で見て、自分で写真を撮ってそれを報道したりねしました。それはもう、ね、緊張がもう本当にあると言いましたね。ですからタクシーを使ってそこに本当に自由を求める人たちを刑務所に入れている刑務所があるかどうかを確認したかった。刑務所があるならその写真を撮りたかったですね。で、実際にそれはあったですね。でもタクシーに乗って行こうとすると、あるところまで来ると新疆ウイグル地区の人のタクシーだと、これから先は怖くて行けないから降りてくださいと言うんですよ。で、彼はどうしてもそこまで行きたかった。そうすると漢民族、なんていうのかしら、ね、いわゆる中国人のタクシーだった場合にはもうちょっと近くまで行けたんですね。でも自分がそれで行くときにですね、別の車がずっとつけてることも分かる。で、降りて自分が歩くとその人も降りてつける。これは公安員です。もう彼は新聞記者と分かっているので全部マークされてるわけです。でも彼自身に危害が及ぶことはないんですよ。だって日本の政府が認める新聞社がそこに行ってるので、情報をある程度取ることは許されてるわけで、だけれども彼が情報を取ろうとした相手を拘束しちゃうわけです。だから彼はどうやってその人たちから、ね、本当の情報を得るかっていうことは非常に難しい。で、そういうことをしながら彼は新聞にね、署名記事を書いたりしましたね。で、だから彼はね、北京で日本人教会にも行ってました。でもかつては許されていたけど、その教会は閉鎖になって牧師も全部返されてしまったですね。そういうような社会です。でも国民の中には自由を叫ぶ声ってのはやっぱりあるんだね。ですからこの前みんなが反対して何ですか、白い紙を掲げた若者たちが、あれを見た時に僕の息子は驚いたって。今中国人でこんなことのできる勇気のある人たちがいるんだってことで驚いた。で、その時は何でもなかったけど、今またそれをした人たちを拘束し始めました。そういう社会に対してね、やっぱり人の心の叫びはあるんですよ。自由を求める叫び、これが人間の本来の神が作られた存在だからですね。ですから神の国にはそういうような自由を束縛するものはありません。
心の中には常に喜びと自由とですね、心から進んで喜んでっていうのが神の国の社会なんだなというふうに思うのね。にもかかわらず人間の社会にはさまざまな圧力がかかってくる場合がありますね。ですからこういうようなねジョークを宮田光雄さんがある本の中に書いてましたね。でスターリンっていうのはかつてのロシアの独裁者ですよね。このスターリンが死んだ時にですねクレムリンの鐘が鳴りました。でクレムリンにその時電話がかかってですねどうして鐘が鳴っているのかという電話だったんですね。そうするとクレムリンの当局者はですね当職者はスターリンが死んだからだと答えたそうですね。しばらくするとまた同じ声で同じ問い合わせがあったそうです。で当職者はですね親切にスターリンが死んだからですと返事をしました。でその後もね同じ声の人がねひっきりなしに何回も電話してくるんですね。であんまり、ね、それにいちいち親切に答えていた当局者も腹が立ってきてですねもう20回もあなた同じ質問をしてるんだ、一体どういう理由でそんなにねこの電話がしてくるのか、スターリンは死んだんだ、一体どういうつもりなんだというふうに言った時にその人が言ったって何遍聞いてもいいものですでそういうようなことをね言ったっていうジョークですよね。これは圧政から解放された者たちの叫びの表れだって言ってるんですよ。だからいかにね人々の心には自由を求めるものがあるかということですね。ですからそういう意味でまず神の国にはそういう心から喜んでするものがあるんだな。ですから私たちも今皆さんは教会で、ね、働きをするために帰っていかれるかもしれないけど何をするにしても理想はこれはやっぱり喜んで進んでやることだと思いますね。だってモーセがあの何だっけ幕屋を作る時に捧げ物が必要でしたね。いろんなもの何と書いてある、多くの人々が進んで喜んで捧げるのでモーセはもういらないこれで十分だと言って止めるまで人々は進んで持ってきた、こうしてあの幕屋ができたと書いたんですよ。で、ですから神の国の働きというものはみんなそうでなければならないのかなと思いますね。はい。今のちょっと続きでちょっと聞きたいんですけど、あの、認めることと伝えること、うん、ここの犯してはいけないところっていうのはこう強制感っていうところで、あのなんかこう間違いないのかちょっと聞きたくて、うん、もう一度、あ、つまりその、さっきのお坊さんの禅の先生のお話の例えで、お坊さんは認めてくれているけど、うん、禅の教えを教えること、その禅なんかいわゆるこうなんて言うんだろう、まあ、伝えることと認めることをあのバランス取るのがすごく難しいんですよね。それはこの福音を語る側のことですか。我々が、そうですね、はい、伝えることと認めることっていうのは、そういう、我々は福音を伝えます、はい、何を認めるの。その人が持ってる例えば信仰ってあるじゃないですか。そうですね、全てあるから、はい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 、だからさっきのこの逆のパターンで、でなんかその辺のところで気をつけなきゃいけないことは、うん、まあ強制感、うんそうね、強制感、うんうん、まあ要は伝えたいじゃないですか、はいはい、こちらとしては、はいはい、その辺の、うん、みんなそれぞれ自分の考えがあるので、うんうん、で我々は、ね、例えば自分の考えがある、相手も自分の考えがある、うん、そうすると我々はあの自分のどうしても譲ることのできない一つの信仰やも考え方がありますよね、うん、で相手にもそれがある、でも相手と自分が違うから相手を自分が全部認めるわけではない、うん、尊重はしますけども同意はしない部分っていうのはたくさんありますよ、うん、だから全ての人が持っているものに同意することではない、うん、なるほど、我々は同意できないことたくさんあります。でもその人はその人の在り方で
あるので、それは時には介入できない時があります、僕自身が。ありがとうございます。 それだとしたら、うん、一番聞きたかったことは何かというと、うんうん、その割と僕がその伝道の場に用いられることが多くて、うんうん、その尊重することと同意することのバランスがうまく取れなくなった時に、ね、はい、結局拒絶することになるしかならないというか、そのでここをこう整理するために僕はここに来てるんですけど、うんうん、その辺のこう先生からのちょっとアドバイスというか、その拒絶するっていうのはつまりなんだろう、まあ、僕の心の問題なんですけど、そのちょっと明確な答えがないんですよね、僕の中でもまだ、はいはいはい、その例えば昨日友人、元お坊さんの友人から連絡が来て、うんうんうん、彼起業した男の子なんですけど、本を出版して、うん、で今 Amazon で1位になってる男の男性がいるんですね。で僕その本に一応アルファベットで名前が出てるんですけど、うんうん、それは彼に起業とかサポート僕がした経験があるので、だけど一応お坊さんで、うんうん、でなんかこういわゆるそういう方たちに僕がこう関わりを持つような場に置かれてるので、うん、はいはい、そこの領域っていうのはしっかりちょっと、まあ、理解していきたいというか、その平安でその人たちとも関わりたいんだけど、そのなかなかこう尊重することと同意することがこうごっちゃになっちゃうところがあるので、うん、なんだろうな、こうコミュニケーションもなんか楽しく取れない、なんかその元お坊さんのそういう方たちとかと、うんうん、でなんかその辺が、まあ、別に聖書的 なんか優先順位があって家族を優先しなきゃいけないとかそういうことだったら別にそれでいいんですけど、なんかもうちょっとこの尊重と同意の、うん、なるほど、はい、ここの平安というか、はいはい、そのいろんな人と関わるようなところになる、まあ、まあみんなそうだと思うんですけど、牧会者になるんで、はい、まあそうね、うまく話せるかどうかわからないですけど、まあ、うまくそれに合ってるかどうかわからないけれど、例えば全ての信仰を尊重します、そうするとどうやって伝道したらいいのか、でこれはね、例えば自分に質問してくれる人には自分の信仰をはっきりと説明、自分はこう信じています、それは質問してくれたんですから、例えば質問を何もしない人に無理やりちょっと止まって、で10分間だけ僕の話を聞いて、で、ね、実はイエス様はこうしてこうしてこうなんだから、あなたはイエス様信じた方がいいよというようなことは強制です。その人を10分間苦しいですよ。だそういうことを我々はやらないですね。ところが向こうから、君ずっと熱心に教会行ってるみたいだけど、どういう理由で教会行くの、何があったのってこう聞いてくれたら、これはもう喜んで自分に起こったことを話します。そうですね。それともう一つは、例えば教会っていうものは、これはですね、そこではキリスト教の話をしていいところなんですよ。当たり前ですけど。そうですね。ですから、しかもそれがね、毎週できるんですよ。そして誰かがやってきたらば、そういう話が行われているところだと思ってやってくるわけです。だから当然そこにおいては、その人が自由意志で来たことだから、やっぱり信仰ははっきりと公に話します。それからまた信仰は本に表すことができます。そうするとこれは誰でも手に取って読む人はには語ることができるわけです。だから福音っていうのはいろんな形で伝えることができる。だから教会が日曜日ごとに行われること、そしてそこにできるだけ間口を広げて新しい人が入ってこれるような形で集会をやること、とても大切なことだなと思います。だから時々思うんだけど、まあね、だからうちの教会を建てた時には、一つだけどうしてもやりたかったことは、土足で入れるようにしようということ、つまり出入り自由の教会にしたい。後ろからそーっとやってきて、そーっと座って、そーっと途中で抜け出せるような教会にしよう。
で入ったら出られないというような教会は作りたくないというふうに言ったのね。でそれはなるべくその人入ってくる方の一つのことを尊重したい、また連れてくる人もね連れてきやすい、ね、靴を脱いで入るとなんとなくもう出られない感じでその人を教会の、そうすると無理やり聞くんじゃないかっていうような気持ちになりますよね。だそういう意味では基本的には信仰っていうのは我々は自分の信ずることは微動だにしない。しかしまたそういうものをいろんな人たちがそれを持っていて、しかしね信仰のが違ってもね共有できることはたくさんありますよ。例えばお坊さんも戦争は反対、僕らも反対、そうするとそれは共感できる部分というのはたくさんあります。だって自分がクリスチャンであるゆえにクリスチャンでない人とはあらゆる面で共感できないなんていうことはありえないじゃないですか。家族だってそうですよ。当然逆に自分はクリスチャンだけど自分より立派だなと思うところはね家族にいっぱいあります。だからそういう意味ではそういう一つの家族の在り方はとても尊重すべきだし大切にすべきだなと僕は思うのね。さっきの禅のお話とかっていうとやっぱその神信仰の問題とかなんで結構分かりやすいかなと思うんですけど、例えば両方ともこの権威者とこの意見がちょっと違くなる時っていうのが、うん、両方ともこう聖書に書いてあるような両方ともどっちもこうあるよねみたいな、例えば開拓もう今行ってくださいとかっていう時あるとするじゃないですか、うん、全然全く平安がないとかその、時期とかの問題とかいろいろある時にその両方ともさっきので言うともう聖書的な信仰じゃないのとこうそれだとすごい分かりやすい、聖書に書いてあるもの正しいものと正しくないものっていう分けたら分かりやすいんですけど、両方ともこう書いてあること でそこに喜びがないことっていうのとなるとどうですかね。なんかそういうこととかあります、まあ、例えば今のその権威者っていうのは、うん、クリスチャンの権威者って、はいはいはい、職場じゃなくてクリスチャンの、クリスチャンの権威者です。自分の指導者、うんうんうん、はい、ね、その場合はまあそれはもう別に他の指導者というのもあれができると思いますが、うん、そうですね、難しくはないんですけど、これは自分のスピリットで霊で判断しなくちゃいけないことなんだけど、考えてみるとね、モーセはある意味で無理やり指導者として立てられたです、神様から、うんうん、エレミアもある意味で無理やり、うん、預言者として立てられたんですよね。だから時には僕たちがインマチュアって言いました、未成熟なために指導者が言っていることが十分理解できなくて喜びがないっていう時もあるんですよ。それは自分が喜びのないのはこれは利己的で喜びがないのかもしれない。例えばさっきの信仰上の問題で、例えば自分はどうしても拝めないっていうのは利己的ではない、そうですね、でもあそこには行きたくないって、例えば僕は大津に残れって言われた時に僕の利己的な思いは残りたくないですね。ですからそれは自分の内面の自由であるのかどうかっていうことは、あるいはそれは自分がわがままであるのかもしれない、その判断はしなければならないですよね。心の動機の部分っていう、そうですね、はい、それは自分自身問われなければならない部分があると思います、うんうん、ありがとうございます。はい、はい、感じます。いいですか、一応終わりましたね、はい、だから皆さんもねピレモン書を読むとね、パウロがいかにねピレモンの何て言いましょうか判断を尊重しているかっていうのは驚くべき書簡です。だってピレモンはパウロに随分お世話になった、
だからピレモンはね、オネシモがクリスチャンになって、オネシモはピレモンの奴隷でしょ。それを返すときに、本当は奴隷が逃亡した場合は大変な処罰を受けるんですよ。それをね、命令してしてはならないということができたと思うけれども、彼は丁寧にあなたを尊重する、あなたは私が願っていること以上のことをしてくれると思うと、というふうに、私はあなたに命令ができるけれども命令はしたくないということをね、書いてますよ。あなたの自発的な判断を私は期待しているし、きっとそのようにやってくれるものと思うとか、もうパウロのなんとまあ丁寧な、いわゆる自分の部下に対する手紙です。これが2000年前に書かれたことに僕は驚く。わかりますね、あれ皆さんよく知ってるでしょ。何回も読まれると、なんとまあパウロはジェントルマンなんだろうと思います。またピレモンがなんとまあ素晴らしい弟子だろうというふうに思いますね。その結果皆さん、オネシモは許されて、ね、その後パウロと共に働いたのかもしれないんで、ね、伝説によると彼はエペソの教会の監督になってますよ。奴隷です。でもこんな未来が開かれたのは何によったのか、パウロの寛大さとピレモンの寛大さとですね、その扱い方がどんなに人の人生に大きな影響を与えるかっていうのは、まあ、ぜひね、読まれるといいと思いますね。まあ、でも皆さん質問とてもありがたいです。ですから、まあ、いろいろね、一緒に考えることができます。ありがとうございます。よかったと思います。はい。